はいどうもこんにちはこんばんはリリーです。今回も、ポケットモンスターレッツゴーイーブイパート10をですねやっていきましょう。ですねレッツゴーイーブイピカチュウ版と同様の同じ場所まで進めて現在に至ります。ね一旦ねニビに戻ろうとしたらイベントが始まっちゃったんでリセットして、ここから始めたとわけですね。はい、これがイベントですね。榊様のためにシオンタウンまで来たけど、フジってじいさんどこにもいないじゃない。あと探していないのはポケモンタワーのてっぺんとか。変な幽霊が邪魔して上まで行けないのよね。じいさんは見つけられなかったが、こんなカラカラだけでもアジトまでさらっていこうぜ。そうね、タマムシティのトロケット団、タマムシティのロケットゲームコーナーに行きましょう。まあはいはい、あんたのままタマムシティにいますよ。一緒に行きましょうね。まあまあ。そうと決まればそれ急げー。向こうにあの性格がアニメ版とあんまり変わってないですね。大変なものを見てしまった。この時大変なことが起こった。ということでね、タマムシティまでカットします。はい、タマムシティに着きました。それでは、続き始めていきましょう。ロケット団ゲームコーナーですね。ロケットゲームコーナーですね。行け、そこよ。ああ、もうちょっとなのに。なあ、武蔵、そろそろアジトに戻らないか？いいじゃない。カラカラ見張りに届けたし、休憩よ休憩。てか、アジトの隠し扉どうやって開けるんだっけ？乗り物のポスター調べるんだよ。俺たちらしい最高な乗り物のポスターをさ。ということで、こっちですね。俺はこのポスターを見張ってるのだ。邪魔をすると痛い目に遭わせるぞ。ということで、定型文とともにバツとボールが始まります。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。ロケット団の下っ端はラッタを送り出した。行っておいでシチリア。ね、前回ドザエモンが戦闘切っていたのでシチリアに交換いたしました。ということで初代仕様の切り裂くですね。シチリア420の経験値をもらった。ロケット団の下っ端の勝負に勝ったと。このままではロケット団アジトの存在がバレちまう。ボスに連絡しなくては。あ、ポスターの裏に秘密のスイッチを見つけた。押してみよう、ポチッとなと。このフラワーのどこかで大きな音がした。ゲーム用コインは品切れです。店内の壁などは勝手に触らないでくださいね。時すでにお寿司ってやつですね。私たちらしい乗り物って何よ。あれに決まってるだろ。宇宙をかけるさ。宇宙をかけるさじゃねえよ。気づけよ。ということでね、前回通りトレーナー戦はダイジェストでお送りします。
ははエレベーターが使えないって俺がずっと鍵を見守っているからだ。ロケットの下っ端が勝負を仕掛けてきた。どうしいですね。ベタベタ。地震で一発ですね。行きましょう。このままではエレベーターの鍵を取られちまう。こうなったらわらあきだ。何をする気でしょうか。おお、マジか。へえ、こんなことやりやがるのかい。はあはあ、あの鍵がなければボスの部屋には行けないぜ。取れるもんなら取ってみろ。クソが、もはやエレベーターの鍵は取れっこないぜ。壁の上を歩いたりしない限りやな。お前のポケモン身軽そうだな。踏み台があればここから上に上がれそうだ。周りを見渡して乗れそうなものを探そう。換気する穴にポケモンを入れないでください。ポケモンが壁の上に登ってしまいますよ。この椅子なら踏み台に使えそう。よいしょの書。もしかして EV 操作できるんです。ほほ、かわいい。相棒の力を借りて下っ端が投げた鍵を取りに行こう。VR かわいい。かわいい。葵はエレベーターの鍵を手に入れた。なんか変なもの音しなかった？確かに俺も聞いた。もしや侵入者か。イブグー、なんだニアスの腹の音か。紛らわしいっての。葵は再びリリーの元に戻った。リリーは葵からエレベーターの鍵を受け取った。リリーはエレベーターの鍵をバッグにしまったと。はい、それでは時間もいい感じなんで一旦ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。お相手はリリーでした。はい、それでは続きからやっていきましょう。エレベーターのところに戻ってきました。まあまず近い方からやっていきましょうか。地下だけに。なんでもないです。迷子の迷子のお子様。ああなるほど。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。多分これ榊さん倒したら倒すタイミングがなくなるってやつですかね。青いレベル43に上がった。ゴース、ゴースか。それじゃあ土左衛門行きましょうか。
はい、オッケー。なんでじゃって言われましても。お、勝手に開いた。あれ、今の騒ぎで扉が開いてしまった。まあ関係ないですけども、地下4階、ん？地下2階？ああ、それはさっきの階か。地下4階行きましょうか。じゃあ、ボールがありますね。 PPA だを見つけた。おう、あんたはお月見山のチャリンコ、チャリボーイですね。一体こんなところまで何しに来たのよ。カラカラを助けに。え、カラカラ？そんなのはもうボスにあげちゃったわよ。何せや僕のボスのところには絶対行かせないわ。おう、お月見山のから石油の借りを返すぜ。化石持ってたって復元できねえじゃん、お前ら。ロケット団の武蔵と小次郎が勝負を仕掛けてきた。アーボックを繰り出した。またドガスを繰り出した。はい。武蔵小次郎戦のために、相方は岩国にしてあります。心置きなく自信を打てるってわけですね。まあ、レアスラッシュでいいでしょう。またドガス強そうだな。はい、オッケー。小次郎と武蔵に勝った。憎たらしいジャリンコね。今度は自信があったのにと。3072円手に入れた。賞金はくれるんですね。案外いいやつですね。ふーんだ、ちょっとポケモンが強いからってさ。そうだそうだ、大人相手にずるいぞ。逆だよ逆、こうなったら説教してやる。ひひ、嫌な感じと。榊さんは地面タイプのポケモンなんでね、ヒガンバナにしましょう。なんです、葵は呆れた顔してる。よし。そういえばリハビリみたいな撫で方できるの忘れてました。ん？誰だ誰だ。このシルフスコープ一つを見てもシルフカンパニーには我々ロケット団の希望を叶えるにふさわしい開発力があると言えます。うん、見えぬものを見せる機会か。くだらんおもちゃだな。だがいいだろう。シルフカンパニー乗っ取りをこのまま進めろ。アポレロ、アポロ、ハッアポロ出ますか。なぜこんなところに子供がいるのですか。今の話は黙って聞いていたとは気に入りませんね。私はロケット団幹部のアポロ。アポロって出るんだ。私は子供でも手加減しませんよ。てっきり榊だけだと思った。まあでも雑魚でしょう。ロケット団幹部のアポロはまたドガスを繰り出した。あーくそ、ヒガンバナにしてるよ。くそー。まあでも倒せないことはないですね。ないですね。はい、ヤドリギの種。変え、マージか。でも全然食らわねえっすね。プラマイゼロってところか。確かギガドレイン、あ、覚えさせてねえわ。くそ、忘れてた。
まあいいや、葉っぱカッター。今からでも遅くねえか。ちょっと変えましょうね。変えましょう。部が悪すぎる。シチリア行け。マタドガスって火炎放射覚えるんだ。へえ、初めて知った。マタドガス使ったことなかったし。はい、食らいません。はい、オッケー。ドゼモンは45レベルに上がった。ロケット団幹部のアプロはコルバットを繰り出そうとしている。ドゼモン、はい、オッケー。エアスラッシュ効きませんね。簡単でしょ。終わりよ。なんという失態。リリーは賞金として3300円手に入れた。さ、榊様、お許しください。私でもあろうものが。今度こそ榊戦ですかね。ってことは、回復しといた方がいいですよね。おう、アポロを任したか。こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって見切れてますよ。金儲けするロケット団。私がそのリーダー、榊だ。どこ見せるんですか？下ですよ、下。何？カラカラを返してほしいだと？まあ、まあ。ふっはっははは。まさかそれだけのためにアジトに乗り込んでくるとは。ちょっと待ってくださいね。はい、OK です、OK です。随分と面白い、子供がいるものだ。だが私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。対策はバッチリしております。ネタバレ。こいつラスボスペルシアン。あら、地面タイプ出さないんだ。へえ、まあでも敵じゃないですね。ヤドリギの種打って猫魂ですか。ヤドリギの種打ってアポロより弱いんじゃねこいつ。あら、当たんねえ。はい、終わり。毒の粉打ってあとは葉っぱカッターを打つだけのお仕事です。
これ宿り木打つ必要なかったかもしんね。はい、サイホンですか。そのまま戦う。あえてドサエモン出すのも良かったかもしれないな。まあ問題ないです。終わり。機械にいるポケモンもそれぞれ経験値をもらった。榊とのグーブ。そのバカな、そのバナナ。私が子供に負けてしまうとはな。そこのからからは好きにするがいい。まあ、そしてこれも取っておけ。子供だとバカにした場合だ。リリーはサキからシルスコープを渡された。リリーはシルスコープをバッグにしまった。君はとても大事にポケモンを育てているな。だが私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。何にびっくりしたんでしょうか。君とはまたどこかで戦いたいものだ。まあ、ハッフ。カラカラはシロンタウンに帰っていった。シルフスコープを使えば幽霊の正体がわかるかも。カラカラなら勝手に帰ったようですよ。あなたもさっさと立ち去って、シルフスコープの使い道でも考えたらどうです。何が起こるというのです。第三次大戦だ。なんかないですか。ないですね。それじゃあここで一旦切ります。お相手はリリーでした。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、こんばんは、霊夢です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうも、マリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサの4人です。募集要項、定員は5人、全員を合わせて9人。マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人、それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけど、やる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況、リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた。あげればきりないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。